はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は高校受験対策の箱ひげ図パート2やっていきましょう。で、問題いっぱい書いてあるんですが、問題は2問だけです。なので、できそうな方はぜひね、動画を止めてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあったりとか、あとは箱ひげ図そもそもね、ちょっとわかんないなとか苦手だなと思う方は、今から解説をしながら答えを書いていきますので、ぜひね、そちらの方も見てみてください。 いいかなでは早速ね一番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますちょっと噛み噛みね <laughs> 画面下げますお待ちください実はですね授業動画の撮影が1か <laughs> 1ヶ月分っくりなんですよそうなんですちょっと日が空いちゃってねあのどういったテンションでやるんだっけっていう戸惑いを隠せず今説明しておりますが行きましょうでちょっと余談をします え、箱ひげ図、皆さんが住んでる都道府県の過去問とかで、まあ最近のね、えっと、問題入ってきたところなので、そもそも過去問にない方も多いかと思います。で、たまに勘違いされるのが、あ、去年とかおととしないから、うちの地域出ないんじゃねと思うんですけど、違います。逆に去年とか出てないんだったら、今年は狙われる可能性が非常に高いです。箱ひげ図、まだ全部ね、47都道府県見てないんですけども、やっぱりちょこちょこ出てます。 で、去年出てないってことは今年は結構怪しい。で、プラス、箱ひげ図はですね、あんまりひねった問題が出てきません。やり方さえしっかり押さえておけば、そんなに問題数いっぱいこなさなくても取れるようになります。つまり、まあ数学がね、得意な方はもちろんなんですが、数学が苦手だなとかやだなって思ってる方は、めちゃめちゃチャンスです。箱ひげ図は。だから、しっかり押さえて。要はあの、基礎知識さえ押さえておけば取れるから。 いいかな今回この動画見てもらってなんとなくね箱ひげ図がつかめたなというところもは必ず持っていきますので是非、ね、解説の方も聞いてくださいでは 2, 番、えっと、2問ねやっていくだけなんですがまず箱ひげ図の基礎知識をちょっと説明させてください今ね AB さんの資料を簡単に書きましたこれ、ね、で数字も一応書いておきましたメモで、ね、書いておいたんですがまず箱ひげ図そもそもね箱があります 横向きの、横長の。で、真ん中に、一本、どっかに線が入ってます。これが、左に寄ったり、ど真ん中だったり、右に寄ることはあるんですが、まあ、一本だけ線が入ってる。で、左側に、こうやって、線が出てて、右側にも線が出てます。これは同じ長さになることもあるし、右が長いこともあれば、左が長いこともある。これ B さん左長いもんね。A さん右が長いと。ただ、基本的な形はこれです。これ。 で、言葉覚えてもらいます。まず、ここ、左側の値ね。ここが、最小値です。つまり、一番小さい数。最小値ね。で、一番右。まあ、これが最小値なら、予想はつくと思いますが、これは最大値です。つまり、一番大きい数です。 今回は A さん B さん何の資料を箱ひげ図にしてるかっていうと、バスケットの試合で得点した、その得点15回分をデータにしたものが箱ひげ図になってます。15回の試合結果ってことね。じゃあ、例えばこれ、まあ全然関係ない人にしますけど、じゃあ、ここが3にしようか。3。で、ここがじゃあ、15にしようかな。データでね。そしたら、最小値は3。最大値は15ってことがこれだけで分かります。箱ひげ図はね。 で、問題はこの箱です。箱。今回、この左側にも書きましたが、箱ひげ図をやってると、四分位という言葉がいっぱい出てきます。ここです。四分位。これは四分位範囲と書いてある。で、これは、第一四分位数と書いてあります。ちなみにこれは、第二、第三まであります。第一、第二、第三ね。いいただこの四分位っていうのはキーワードで、これ何かっていうと、よ つに分けるんです。だって、渋って4つに分けるって書くでしょつまり、データを4つに分けてるんだと思ってください。いいで、まず、ちょっとそのまま A さん戻ります。また後でここに戻るからね。4つに分ける。で、何かっていうと、今、A さんの箱ひげ図はこうなりましたと。で、確定してるのは、今15回分の試合結果、並べてる。これは、小さい、少ない得点から大きい得点までを順番に並べてると思ってください。だから、一番、 少なかった得点は4点で確定してるんだよね。で、一番大きかった最大値は18だから A さんは一番取れた得点は18点だったことも確定してます。結構波があるよね。4点から18点なんで。で、もちろん4点の試合が2回あったかもしれない。でもわからないんです。これが箱ひげ図の特徴で、箱ひげ図、こいつからは 全部、15回分が全部何点だったかっていうのは実はわかりません。こうやってわかるところもあるんだよ。あるんだけど、全部がわかるわけじゃないんです。ただ、何点ぐらいが多いのかなとか、その、ばらつきっていうの。それがわかる。それが箱ひげ図の特徴です。で、さっきから言ってる、この四分位ってやつ、4つに分けていきます。で、今、15回分データがあるので、これを4つに分ける。じゃあ、まず、半分に。 分けましょう今15回並んでるので奇数個だから真ん中で切れますつまり1個2個3個4個5個6個7個で8個この子がちょうど真ん中なんでねスパーンって切れますこれで2つに分けましたで分けたものここあと7個入ってるよねこの7個をもう1回分けます1個2個3個2 3 4個のここで分けられるから、こうね。で、こっちも同じ。1個、2個、3個、4個のここで分けます。ほら、4つに分けることができましたよね。で、これが四分。4つに分けてる。四分ね。してて、ここに今、線ができましたと。で、これが、このまま箱になってます。こうやって。つまり、 この10、真ん中の10の線のところのこの子は10点なんです、ここ。これ確定です。絶対そう。ここ、左側、箱の左側の数字が7なんで、ここ7です。右側は14って。こうなってる。これが分かってるの。いい。これが箱比げ図です。この中がもしかしたら10点、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 14点かもしれない。し、10点、11点、13点、14点、14点かもしれない。 そこはわかんない。でも、これは確定してるの。いいかいそれが箱ひげ図。で、今最小値と最大値覚えてもらいましたと。で、あと覚えてほしいのが、えーと、下に行こうかな。左側にも出てくるけどね。四分位数ってやつです。さっき言った第一から第三があるって言ったやつ。四分位数。で、これは左側のここが第一四分位数。ここが第二。 第3となります。つまり、A さんのデータで、第1四分位数は何点ですかって言われたら、7点なんです。第1、第2、第3だから。だから問題言っちゃうとさ、あの選択肢。A、A さんのね、第1四分位数は4点ですかって、違う。7点だよね。これ最小値だから。だから、あ、あは違うじゃんってことが分かる言葉さえちゃんと押さえてればね。いいかい じゃあ、そのままちょっとね、説明があっち行ったりこっち行ったりになってしまうんですが、この1番、あと正しいものをすべて選びなさいってやつやっていきましょう。ちなみにこれも余談なんです。これは余談っていうか、俺が勝手に思ってることなんですけど、この箱ひげ図の問題っていうのは、4択とかから合ってるものを1つ選びなさいっていうよりも、今回みたいにすべて選びなさい。つまり2つだったり3つあるパターンが多くなると思っています。 もちろん全部がそうじゃない。そうじゃないんですけど、多くなると思ってるので、きっちり、まあ、正解見つかればできんじゃんっていうんじゃなくて、一個ずつ正解か違うかがわからないと取れないからねで。そこもちょっと気をつけてね、聞いてってください。じゃあ次に行くと、B さん。あ、B さんおいね。い <laughs> い、e、だね。10点以上の人は B さんの方が少ないと書いてあります。で、今、A さんに関しては、ここのね、対応するのを書いていったら、ここが10ってことが分かりました。つまり、 10点以上の人は、みんなが何点かはわかんないけど、ここが10です。ってことは、これはいるよね。10点。でしょ確定でいると。わかった。じゃあ、次。B さんやっていきましょう。B さんは、真ん中がここでしょで、ここで切って、ここで切るじゃんか。で、ここにこうやって箱ができるわけよ。 で、一番下はね、2点。ちょっとこれね、相当調子悪かった B さん。それか、あの、もうね、ディフェンスにね、こう、専任してたかもしれないんだけども、2点。で、マックス、最大が17点は分かっている。あとは、箱がこうなってるので、なんとここが10点なんです。12、15って分かってる。つまり、B さんは、こっから絶対に、全部10点以上が確定しています。確定。でね、 A さんももしかしたらここ10点ってあり得るのよ。だって、7、10、10、10、10でも OK だから。分かんないから、この数字は。でも、ここが7点って確定してる以上、だって B さんここ10点なの。絶対に多いんだよね。B さんの方が。だから、今回は B さんの方が多いことが決定してるので、いも違うんだよね。B さんが少ないちゃうやんけ。みたいな感じになります。こうやって、ばらつきがわかっていく。 じゃあ次、う、B さんの最大値は17点ですか B さんの最大値だからここ17点合ってますと。つまり、OK。で、次、範囲とあります。これ、ややこしいんですけど、2個あります。範囲と四分位範囲っていうのがあります。いいかい範囲っていうのは、全部の範囲なので、最大、一番大きい数字から一番小さい数字を引いたものが範囲です。いいかいつまり、A さんの ちょっと半だけ書くよ。半。範囲は18点から4点を引けばいいので、まあ暗算できるけどね。14点ってことは分かります。B さんは17点から2点。こっちでいいか。おー、出ない。17点から2点を引けばいいから、範囲は15点。ということが、これが範囲ね。一回最大から最初は低いよ。だから、範囲は B さんの方が大きいですか大きいですよね。つまり、えも正解。だから、 1>, 1番の答えはうとえになりますよって。いいかいこれが言葉です。この今紹介した言葉さえ押さえておけばほぼできます。あと問題演習ちゃんとやってくれればね。いいじゃあ2番いきましょう。ちょっと問題ね。ハイチとハジっていうね私の名前と私の弟キャラの、ね、名前出しましたけどもまあ図の結果から次の試合で A さんと B さん どっちがね、より高い得点を上げるかを予想しました。わかんない。事実はわかんないけどね。予想したと。で、ハイチの方は A さんだと思った。でも、えっと、ハジの方は B さん。で、データの中央値、これね、中央値と渋い範囲から考えると B さんじゃないのかなって思いました。その理由。それをちゃんと書きなさいっていう問題です。で、中央値、新しい言葉やないかいって思うでしょ思うんだけども、 中央値っていうのは第二四分位数と同じです。つまり中央値と第二四分位数は本当同じと同じと思っちゃっていいです。だから今回 A さんの中央値はこの箱の中の線のとこだから10点なんですね。10点。で、B さんの線は12点だね。おっと。青のインクが当てるで大丈夫。12点。ちょ、線引いとこうか。 で、四分位範囲は何かっていうと、さっき範囲は最大から最小を引いたものだったでしょ四分位範囲っていうのは箱だけ見ます。箱の一番大きい、ここ、第三四分位数から一番ちっちゃい第一四分位数。つまり、こっからここ引きなさいよって言ってる。だから14、14-7すればいいので、A さんの四分位範囲は7点。で、B さんは15点から10点引けばいいから、 ちょっとインクごめんね。5点。これが中央値。そして四分位範囲です。まずここでも得点が取れますと。で、ラスト。えー、t の部分ですね。理由を書いていきましょう。で、そこには中央値と四分位範囲について、それぞれ数値の大小つまり大きい、小さいね。を比較したものを書くことと書いてるから、まあその書いていきましょう。まず、えー、っと <laughs>。 赤のがいいかなちょっとこれ。ほんと青にしたかったんだけど、赤にするね。えっ、ー、と、中央値。どっちが大きいですかと B さんでね。中央値は B さんが、まあ、大きい。大きく。で、えっ、ー、と、下入るから下でいいか。で、分い範囲のことも書いておきましょう。 縮い範囲は今出したみたいに B さんのほうが小さいです。は。小さい。まずこれは G と書きましょう。B さんの小さいね。小さい。で、まあこれだけでももちろんいいかなとは思うんですが、これさ、みんなが見たときに A さん、B さん、次の試合どっちがね、 えっと、高い得点取りそうかなって考えたら、まあ、B さんって思う方も多いんじゃないかなと思います。ハイチ君はですね、なんで思ったかっていうと、A さん18点取ってるから、え、じゃあこっち取れるんじゃねっていう感じがするんですけど、B さんの方が中央値、つまりど真ん中の数字も大きい。ね、12点、1 0よりも大きくなってるし、高い得点のところに分布してるんだよね。だって10点以上取ってる人がいっぱいあるんだから。 だから、次も安定して高い得点を取る可能性が高くなりそうですよね。それそれを書きたいので、中央値は B さんが大きいし、渋い範囲がバラつきがね、そんなに低い得点とか取ってない。B さんの方が小さい。小さい。ので、えー、っと、小さい、えー、っと、あってね、小さいので、B さんの 方が、えー、高い得点を取ると下入るかな様相を、えー、できるからとこんな感じかな まあ、と模範解答を見た時には中央値が B さんが大きく四分位範囲は B さんの方が小さいからだけだったのでまあそういうのはいいと思うんですけどまあちょっと言葉が綺麗になぞってるなぞってる並んでる方が綺麗かなと思うので、まあ、こんな感じで書かせてもらいましたがまあ、えっと、大きくずれたことが書いてなければ OK でございます。いいかな なので、えっと、今回はひとまず、えっと、箱ひげ図っていうのが、この言葉ね、最小値、最大値、第一四分、第二四分、第三四分位数ってやつ。あとは、第二四分位数と中央値が一緒っていうことと、半位、四分位、半位っていう。ここの部分が。あとは、この箱ひげ図がどう表してるか。つまり、このデータが、こういうね、15個並べたときに、こういう分布、ばらつきになってるんだっていうところがつながれば、 もう本当に怖いものはないと言っても過言ではないと思います。なので、今回ね、わかんなくて説明聞いてくださった方は、一回ちょっと時間を置いた後に、もう一回動画最初に戻してもらって、自分の力で解いてみてください。この辺の、えっ、ー、と、全部ね、書けなくても構わないから、自分の頭の中で想像できるようになってれば、他の問題でも対応できますので、ぜひね、そんな感じで受験勉強に使ってもらえたらと思います。 はい。ということで、今回はね、箱ひげ図の第2弾やらせていただきました。またね、次回違う動画撮っていきますので、よかったらそちらも勉強のお供に使ってみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。